今日はディズニープリンセス12月号についてくる付録、七色に光るガラスの靴ペンダントを紹介しちゃうメリー。シンデレラの魔法でガラスの靴が七色に光っちゃう、素敵メリー。早速付録を開けてみるメリー。魔法使いのおばあさんが魔法をかけてくれるメリよ。うわあ、この中にガラスの靴ペンダントが入ってるメリね。開けてみるメリよ。キラキラメリー、とっても綺麗メリー。ガラスの靴がペンダントになっていて、ここに魔法のステッキがついてるメリーね。魔法のステッキでガラスの靴の色が変わるメリーね。ガラスの靴の後ろ側にくぼみがあるので、ここに魔法のステッキを入れて、おっと、反対だったメリー。ここを入れてカチッと回すと、うわー、七色に光り出したメリー。とっても綺麗メリーね。うわー、美しいメリー。お部屋の電気を消してみるメリーよ。うわー、とっても綺麗に光ってるメリー。すごいメリー。七色に色が変わっていくのが美しいメリね。ずーっと見ていたくなっちゃうメリー。すごい綺麗メリー。このペンダントつけてたらとっても素敵メリね。暗い中でも目立っちゃうメリー。魔法のステッキを入れて、またくるんと回すと、あ、真っ暗、魔法が終わっちゃったメリー。明るいところでもとっても綺麗なガラスの靴ペンダント、プリキュアたちもお気に入りみたいメリーね。魔法のステッキとガラスの靴ペンダント、みんなでおしゃれしちゃおう。じゃあね、バイバイメリー。この8つの卵のどれか1つだけに桃玉が隠れているよ。どの卵に隠れているかみんなわかるかな。正解は、ピンクの隠れ玉の中にメロディーが隠れていたよ。ピンクの隠れ玉を選んだ人、おー、すっごい。アソブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意しているので、動画の右上にあるこのアイマークを押して、アソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人は、このチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をして、
アソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。